せていただきます。皆さんこんにちは。こんにちは。本日は西武電車フェスタにご来場いただきありがとうございます。ただいまより車輪抜き取り実演を始めさせていただきます。まずはここ臨時研修場について簡単にですがご説明させていただきます。ここ臨時研修場ではギアケースとギアを研修するギアケース研修作業、まだ厚さのある車輪を削って表面を整える車輪作成作業、台車の乗る部分にある軸打ちを研修する軸打ち研修作業、そして今から実演いたしますはめ替え作業をご覧いただきます。行っております。本日ははめ替え作業の中の車輪抜き取り作業をご覧いただきます。今回の実演では1万系向けのギアケースのついていない軸の車輪抜き取り作業を行います。ここ臨軸研修場では各部品を取り外した後、次回この研修場に入場するまでに車輪の厚さが規定値に収まるものにつきましては、皆様の後方にありますあの大きな緑色の門型車輪旋盤にて車輪を削ってきれいに整えております。それ以外の車輪が薄くなってしまったものにつきましては、こちらの臨軸着脱装置にて車輪を抜き取り、整備の終えた車軸と新品の車輪を取り付ける厚入れ作業を行い、臨軸を完成させております。それでは作業をご覧いただきます。作業お願いします。まずはクレーンで臨軸を吊り上げていきます。軸は単品で約400キロ、車輪単体では約1枚300キロあります。今回はあらかじめ実演用に片側の車輪を抜いておりますので約700キロの状態でございます。この700キロという重さを例えますと軽自動車と同じぐらいの重さになっております。このように1枚抜いた状態でも非常に重いので、吊り上げの際、移動の際は細心の注意を払って作業を行っております。吊り上げた臨軸は臨軸着脱装置の中央にある搬送台車の上にセットしていきます。違いますと触れてしまいますので慎重に作業を行っております。もう少しでセットが終了します。ある程度軸の上、搬送台車の上に軸が乗りましたので固定を行います。終了いたしました。クレーンの吊り具を外します。本日は実演の都合上2人で行っておりますが、実際の作業は1人で行っております。終了しましたので、この搬送台車ごと抜き取り位置まで移動させます。
抜き取り位置まで移動いたしました。ここ武蔵ヶ丘車両研修場では車輪を抜く際に車輪の内側に強い力で油を入れまして車輪を膨らませて抜き取っております。その油を入れるためのホースをつなぐカプラーは実演の都合上先に取り付けております。ただいま取り付けているホースがその油を入れるためのホースでございます。ホースの取り付けが終了いたしました。続いて水平器を使って車軸の水平を確認します。この時水平が出ていないと車輪を抜く際に車軸に傷をついてしまう可能性がございますので十分注意して作業を行っております。このように軸の下にあるジャッキを微調節しまして水平を出しております。この調整も非常に難しいので少ししっかり水平が出るまで行っております。水平出しが終了いたしました。水平出しが終了いたしましたのでこのまま皆様の右側の方にあります上下の爪で車輪を挟みまして軸を左皆さんの向かって左側に押すことで車輪が抜けます。この後の抜き取りの際ですが車軸や車輪に傷などがありますと油がまんべんなく回ることができずに抜けるときにボンという大きな音が鳴る場合がございますのでご注意ください。はい、準備ができたようですので車輪を早速抜き取っていきます。抜き取りお願いします。ただいま軸の付近から出ておりますのが油、車輪を抜くための油でございます。今のように非常にスムーズに抜けました。練習の時もここまでスムーズに抜けるものはなかったので私も若干驚いております。このように油圧の力で非常にスムーズに抜けます。音も今回はなく抜けているように思います。はい、軸から車輪が抜き取ることができました。ただいま車輪は軸の上に乗せてあるカバーの上に乗っかっているだけの状態になっております。
軸を押していたラムと呼ばれる部品が下がっていくのがご覧いただけるでしょう。いただけると思います。もう油は使いませんのでホースを取り外していきます。ホースと車輪をつなぐためのカプラーも取り外します。ホースおよびカプラーの取り外しが終了いたしました。上下の爪を解放します。搬送電車が皆様の前に戻ってまいります。ただいま軸にたくさんの油が付着しているのをご覧いただけますでしょうか。この油を垂れないように拭き取っていきます。抜けた車輪を取り外します。1枚約300キロございますので慎重にクレーン操作を行います。はい、今少しずつ浮いております。皆様の方に車輪が参ります。まだまだ油がたくさんついておりますので垂れないように拭き取ります。車輪の中には先ほどの油が通るための溝がありますので、なりづらい位置にありますが、内側の溝を通って油が入っていきます。はい、車輪を抜き取ること、車輪の取り出しが終了いたしました。軸にもたくさんの油が付着しておりますので、ウエスにて拭き取りを行っております。ここ臨軸研修場では、1日に1両の抜き取りと車輪の圧入を行っております。作業状況にもよりますが、1週間に5両程度のはめ替えを行っております。車輪の取り外しが終了いたしました。この後、搬送台車の上に乗ってます軸を移動いたします。軸は先ほどの車輪より
100キロ重い400キロですので、こちらも十分注意して釣り合いを行います。軸の固定している金具を外します。クレーンに手を釣り上げて移動します。このように車輪のついていない軸を見ることができるのはなかなかない光景かなと思います。本日は実演を行いませんが、この車軸に関しましては軸修正という作業、軸をまたはめ圧入するときに影響がないようにする作業を行って、圧入作業を行っております。軸が上に乗っかりました。はい、このようにして車輪抜き取り作業を行っております。これにて車輪抜き取り実演は終了とさせていただきます。ここ輪軸研修場には様々な状態の輪軸が置いてありますので、どうぞ最後まで西武電車フェスタを楽しんでいってください。最後まで ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。すみません、最後まで最前列の方座ってご覧いただきありがとうございました。